い、こんにちは、日本改革党靴沢です。アマガエル様、ホワイトアウト5963様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録お願いします。何卒よろしくお願いします。雇った中国人アナウンサーが南京を忘れるな、慰安婦を忘れるな、放送テロを起こした事件について NHK 単独犯です、バイトテロです、全力でですね被害者面と歪償化を開始しておりました。世論です、歪償化しようと必死、バイトのせいにする NHK、 22年間雇ってたらもう単なるバイトじゃないだろう、そりゃグルでしたとは言えんわな、実在するかわからない周囲の関係者ね、という形で巻き引きを図れと中国共産党から指示があったのさ。放送して聞いてた中国人スタッフのいるわけだし、放送してるの聞いてたかな、いるわけだし、単独犯のわけないだろう、やすやすと中国へ逃亡を許してる時点で単独犯のわけないんだよな、周囲の助けなければ容易に中国に逃げれないんじゃないのかな、助けはいらなかったとしてもですね、逃亡を黙認ぐらいはしてたでしょう、周囲が、万歩譲ってですね、NHK が言う通り単独犯としてもよ、NHK で給与など待遇が長年変わらないことなどへの不満も蓄積した結果、突発的に行動に出たのではないか。で、記事にありますんで、だったら長年給料を上げずに、不満を持たせた、NHK のせいじゃん。まあ、同じこと、待遇でも、そういうのやらかさない人もいるって言われりゃ、それまでですけど、長年待遇が変わらずって、長年ってどのぐらいだったんだ？これは中国人雇ってた会社はですね、NHK の子会社に、株式会社、国際放送、日本国際放送で会社なんで、NHK ほど羽振り良くないんだな、だけど株のね7割 NHK が持ってる子会社ですから、 NHK の責任でもあるよね、この中国人の給料を長年上げないっていう、長年って何年ぐらい上げてなかったんだろうな、お前らのせいじゃん、単独犯にしてもよ、国際放送は国家事業ってことになってるんだから、総務省と国会で説明よろしく。戸様の NHK 会長、まったくなんで俺の時にこんなことが、ぐらいしか思ってないからね。 NHK 会長って戸様ですからね、適当にですね、前の前田会長はみずほ銀行、から引っ張ってきた人だし、適当な人材をよそから引っ張ってきて3年間据えるっていうのが NHK の会長であります。これにくっついてる11人の理事っていうのが生え抜きで、まあ、経営委員会でね、で経営委員、これも戸様の12人と戦うわけなんですけれども、NHK 側の11人の理事がですね、会長を含む経営委員をダマグラかせたら勝ちっていう、でダマグラかして自分らの思い通りにできたら勝ちっつ、で会長が見破ってですね、それダメなんじゃないのって言ったら負けっていう、そういう世界で NHK の会長って、NHK の戸様で、なんもね、だから NHK に不満があっても NHK 会長タグに突するなんていうのはバカバカしいことで、何にもなんねえと。ユニクロの柳井正、75歳、日本は滅びとか言ったらしいけど、何言ってんだバカって感じですね。日本より先にお前が滅びる、あとは中国もアメリカもヨーロッパも全部滅びますよ、日本より先に、世界で一番滅びそうにないのが日本だから、各ね世界各国の年表を見てみなよ、もう2000年前から一本で、一つの国の体制続いてるの日本しかねえからね。あとはみんなね、ローマでも何でもコロ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 、中国もコロ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 、国家が倒れては、持ち上がり倒れては持ち上がりって言って、
世界で一番滅びる可能性が低い国が日本だと思いますよ。私は、大野埼玉県知事、関東大震災で被害に遭ったと言い張ってる朝鮮人の追悼文を検討。小池都知事が8年連続で拒否してるやつですね。デマ情報に基づいて朝鮮人の虐殺があったことは通信に耐えないとか言ってるようですけど、全く実在の証拠ないって知らない無知なんですかね。知らないのかね。無知な権力者って迷惑だよな。世論です。国賊やな。元民主党だしな。埼玉県知事はバカでした。外務省出身者ろくなのいない。目がいっちゃってて怖いんですけど。いくらもらったんだ。その事実を証明できるのか。101年間証明できてないんだぞ。掘ったけど骨一つの見つからなかったのに追悼って、県知事といい川口市長といい呆れるよな。元民主党、ダメだこりゃ。もうその時点でダメだこりゃ。なんでこんな真似してんのかっていう説明が、元民主党って一言でついちゃいますね。証明できてないんだぞ。でも民主党だから、あっそって感じでね。証明できないからこそ都庁周辺でデモやって論より大声嫌がらせやってたのにね。大野知事ってそんなことも知らないバカなんですね。そういえばこの人は100万円寄付したクルド人に感謝状を出してですね、喜んでツーショットの写真撮ってたよね。その金、送還逃れの不法滞在者が稼いできた金だからな。民主党に何言っても通じないから、誰が民主党というかパヨにつける薬作って、これはバカにつける薬よりも難しいかもしれないですけどね。台風10号で、これまでに4人死亡、2人行方不明、104人が怪我をしたそうであります。亡くなった方に謹んでお悔やみ申し上げます。行方不明の方のご無事を祈っております。土砂崩れで3人死亡、屋根が崩れ1人死亡など、福岡県築上町で川の様子を見に行った80代の男性が行方不明になりました。なんで川の様子見に行くんだろう。用水路かなんかなのかな。台風の影響で新幹線の東京新大阪間が30日今日は全休、始発から終電まで全休、これはビジネスに影響出ますな。出張取りやめとかもあったでしょうね。かなりの数ね。まあ災害だからしゃあないですけどね。まあ立ち往生してよ、新幹線が立ち往生して、損害賠償請求されるよりも休んで何億円か何十億円かの売り上げ消えた方がマシって判断ですかね。それと新幹線神話っていうのがありまして、1964年の運用開始以来実に60年間重大事故起こしてないという、これをね守りたい、神話を守りたいって気持ちも大きいと思われますね。その台風10号ですが、屋久島の霊峰に粉砕され熱帯低気圧に変わったそうです。標高1936メートルの宮の浦岳を筆頭に1800メートル以上の山が10、1000メートル以上の山が46あるそうです。知らなかったな。屋久島って海面から突き出たまるで杭ですね。なんかピラミッドみたいにそびえ立ってんだろうか。狭いのにね。世論です。屋久島やるじゃん。サンキュー屋久島。屋久島の神様が守ってくださった。屋久島ふん口ほどにもない。大台風よ、屋久島にやられるとは情けない。これドラクエだっけ。大勇者よ、死んでしまうとは情けないでしたっけ。台風の目は消滅しましたけれども、今後も大雨や風にご注意ください。神奈川埼玉で河川の氾濫が相次いでいるそうであります。ご注意ください。くれぐれも中京テレビ予定していた24時間テレビの一環、SKE48 ボーイズ&メン三四郎四千頭身が出演するスペシャルライブを中止すると発表。悪いけど全員誰か分かんねえよ俺。有名な人なのこいつらって。これに対する世論が非常に冷たかったであります。中止したことに対する世論がね、世論です。天罰ですか。最高の口実ができた。見ないからどうでもいい。募金横領で小遣い稼ぎを諦めたんか。台風来なくても最初からやりたくなかったんでしょ。もういい加減こんな偽善番組やめれば。全部中止すべき。24時間テレビも廃止しろ。日テレは意地でもやりそうだな。募金箱は台風で飛ばされて紛失まである。風で飛ばなくても紛失と。文句言ってる間は救いようがありますけど、文句言われてる間はね、見ながらどうでもいいって、これが一番きついですかね。もう私も20年ぐらいテレビないから見てないんですけれども、20時間テレビも話題に取り上げるほどは
私も全然見ねえから関心ないですけど、食堂とかでテレビがあってたまに見ちゃうといろいろとイライラしますね。ああまた韓国って言ってる、こんなんだから終わるんですよね。今からテレビの挽回はもう不可能でしょうね。今日の単身です。今年の最低賃金各都道府県の回答が出揃い、厚労省が発表しておりました。全国平均は1004円から1055円に51円上昇、つまり1055円よりも低い県は、ああうちは低いんだな平均より。上げ幅が大きかったのは徳島県の84円、1000円超えは16都道府県に増加。徳島県の84円超えが頑張ったんだか今までが引きすぎたんだかはちょっと不明であります。最低賃金の話が出るといつも思うんですけれども、最低賃金ってですね、これ以下で雇用したら罰せられるっていう制限であってですね、この金額で雇って推奨額じゃないからなってバカな経営者さんたち誤解してる人多いと思いますけれども、相当な数ね、自分の県の最低賃金調べてそれより低かったらためらわず老け GO、それとも最低賃金で使われてたらその経営者はバカってことなんで、そんな会社は見切りつけた方がいいです。7月の有効求人倍率は 1.24 倍。自民党がですね、特定技能在留資格とか言って農業とか介護とか運輸とか建設土木などの不人気職で働けば日本にいていいよっていうことをやっててですね、外国人をだまぐらかして日本人では働いてくれない待遇しか提示できないブラック企業で働かせております。無理やり押し込むこれがなければ求人倍率はもっと上のはずなんですよね。外国人騙して働かして、これきっと後年騒がれるよ多分。その時今の自民党と財界企業どもは逃げ切って決して、責任取りませんね。官費し、ごとっていう策があるんですけど、国家を中よりむさぼり食い倒すのは道徳カッコポリコレを振りかざして法を批判する者、奇弁おろする口達者、賄賂をむさぶる、政権幹部側近ですね、無法者、犯罪者、農家を搾取する商人の5つで、君主はこれを除かないと、国が滅ぶと説きましたけれども、自民党イコール君主が率先してですね利権むさぼってるんだから、無理ですね。この5と取り除けないですね。今は農家を搾取する商人はネットですぐバレて、そんなことできないでしょうけどね。無法者犯罪者、日本は少ない方だから。賄賂をむさぶる政権幹部、王自ら、王の側近じゃなくて王自ら、利権むさぶってんだもん自民党がさ、なんだって話ですよね。官費氏が生きてた頃の中国よりひでえかもしんねえな。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。